21日放送の NHK チコちゃんに叱られるにおいて、鬼マナー講師として知られる平林美恵子さんが女性スタッフにパスタの食べ方を例にマナーを講習。そのあまりの罵倒とも取れるパワハラ、理不尽ぶりにスタッフは号泣。ネットではあんたが一番下品、気分が悪くなると炎上。フォークでパスタを食べ出したのは最近のこと。本来はこうやって手づかみで食べていた。食べ物に感謝してダイレクトに味わい、皿も舐める。これが初言のマナー。ほら、これ。ナポリにいた時、世界一美味しいピザ屋、ダ・ミケーレで、バックパッカーが、5ユーロでピザを買い、店前で座り込み、1ユーロのワインで手づかみでむさぼり出した。その出会いが、動画の作者ロスさんとの出会いだ。